皆さんこんにちは、アルファダイブの武富です。今から、僕たちの船ベータ号の紹介をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、では、乗船前にはですね、各種の申し込み書とウェットスーツのサイズを合わせます。場合によってはですね、乗船前に来ていただいてサイズを確かめることもありますので、水着を着た状態で集合をお願いします。スーツのサイズを合わせたからと、もしもし書き終わりましたら、船の方に案内していきますのでよろしくお願いします。はい、どうぞ中へどうぞ。そのまま入れて、そしたらですね、船上もですね、裸足で過ごせるのでサンダルの靴はですね、こちらのカゴを入れていただきます。脱いでもらって、ね、中入れちゃってくださいね。で、靴だとか、濡れては困る履物の場合は行っていただければ袋だとか用意しますので、遠慮せずスタッフまで声かけてください。はい、では今から荷物の整理についてご説明していきたいと思います。まず2箇所分けていただきたいんですけれども、こちら上の方にですね、網棚がありますので、こちらの方には必ずタオル、あとは、日焼け止めですね、そういった、日中よく使いたいもの、他にはサングラス、帽子等ですね、そういったものはこちらの方に収納をお願いいたします。で、ご持参いただいているお昼ご飯、あとは水分等についてはですね、こちらの方に、クーラーボックスありますので、この中に収納をお願いいたします。その後ですね、大きなカバンについてはこのまま奥のキャビン内にお願いいたします。中に入っていただくと、こういったバスケットがありますので、こちらの方に収納をしてください。で、青いカーテンがこちらにありまして、こちらの方最終的に男性が更衣室となりますので、なるべく男性は手前の方にカゴを置いておいてください。逆に女性陣の方はこちらの紫のカーテン内の奥側で着替えていただくことがありますので、なるべく奥の方に収納をお願いいたします。またこの中ですね、セミドライゾーン、ウェットスーツがびしゃびしゃに濡れた状態では入ってこれなくなりますので、先ほども言いましたが必ずバスタオル外の方にお願いします。はい、じゃあトイレの使い方について説明していこうと思います。こちらドアノブ開けていただくとトイレ広がっておりまして、トイレですね、流しボタンがあります。これ押していただくとね、水が流れっぱなしになるので必ず止めるようにご協力お願いいたします。あとトイレットペーパー、こちらはトイレに実際流さないように横に置いてあるゴミ箱に入れてください。船酔いしてしまった場合は絶対にトイレの中に入らないでください。中にこもってしまうと余計に気持ちが悪くなってしまいます。あとトイレで吐くのも禁止とさせていただきます。船酔いしてしまった場合は船の後ろ後方に行って、流れたりのいい場所に行きましょう。お手洗い等ですね、済まされた後こちらの方で手を洗っていただいて全然構いません。あとはですね、下の方を見ていただくと、こちらの方にハンドソープ等もありますので、よろしければご利用ください。ただ一点ですね、もし万が一気持ち悪くなってしまった場合、この中で吐いてしまうとですね、ちょっと匂いともこもると思いますので、こちらの方では吐かないようにだけお願いいたします。こちらの方にですね、冷たい3品茶ご用意しておりますので、こまめな水分補給お願いいたします。船の方にはこちら紙コップ、あとはサインペンご用意しておりますので、名前や目印などを書いていただいて使っていただければと思います。また使った後ですね、そのまま、節約のためにも再利用していただければと思いますので、その際は風等でですね、飛ばされないようにこのようなところとかに、置いていただければと思います。こちらですね、船の方にお湯も準備しておりますので、温かいコーヒーなど、ホットドリンク飲んでいただければと思います。お菓子もたっぷりご用意しておりますので、ご自由に食べていただければと思います。はい、では船内でのゴミの分別について説明していこうと思います。こちら2つゴミ箱用意してありますけれども、燃えるゴミ、あとはペットボトル、この2つに分別をお願いいたします。ペットボトルのキャップと、あとラベルですね、こちらを分けていただいて、こちらの燃えるゴミに入れてください。で、ペットボトル本体はこちらのペットボトルと書いてあるゴミ箱に入れていただきますようお願いします。あとペットボトル以外のゴミ、すべてこちらの燃えるゴミで大丈夫なので、よろしくお願いいたします。シャワー、こんな感じで設置されていますけれども、反対側にももう一つ設置されています。シャワーの浴び方、ボタン押してあげると水出ます。戻してあげると水が止まります。水限られていますので、節水のご協力お願いいたします。あと浴びる向きなんですけれども、背中は外側、あとシートに水がかからないようにこんな感じで浴びてください。この下の部分、この下の部分は触らないように、このボタンで操作をお願いいたします。
足元ですね、足元の方には、蓋がありまして、こちらですねタンクが下にしまわれています。あとは予備機材等もありますので、スタッフの方で声かけさせていただくんですけれども、開けまーすという時にはですね、このように蓋が開きますので、足元十分に気をつけて、歩行の方をお願いいたします。足をですね、2階の上り下りする際、しっかり、端を捕まって上り下りしてください。ですね、特に降りるときですね、同じような向きで降りるようにしてください。次には洗浄ライフジャケットを着用するか、これで、ね、あとはウェットスーツ着ることが義務付けられてますのでお願いします。で、2階なんですけど、こちらの方に質問を仕掛けていただいて、楽しく談笑していただきますので、よろしくお願いします。で、ぐるーっと行きますと、こちら洗浄席ですね。洗浄席の左側には灰皿もありますので、ご自由にご使いください。ただですね、する際、周りの人の迷惑にならないように、配慮の方だけご協力お願いします。ライフジャケット、何かありましたら、スタッフはご協力ください。こちらにありますのでね。着替える際はですね、今着ているウエットスーツはすべて裏返しで脱いで、濡れている部分は必ずタオルで拭いてください。その後にこのセミドライルーム入っていきましょう。このようにカーテンが設置されていますけれども、このピンクの奥が女性、そして手前が男性用の個室になっています。あー、今日もいい天気だなー。おー、待てよ、ボイルは禁止です。触られて滑りやすくなるので、転倒だったりとか、あとは船の劣化にものすごく影響しますので、サーオイルの使用は禁止させていただいてますので、よろしくお願いします。基本的には僕ここで操船してますので、何かアイムキャプテン。